やっぱあれじゃない、うん、やっぱあれじゃない、あの大学企画として、うん、YouTube 一つ出し、まずそれを継続的に出すしかない、まあまあね、それをコメントでも何かね質問もしながら、あとそこのダイエットのチャンネルで YouTube ライブみたいなのをやったりとか、時たまそのやってみるとか、で例えば何時間でできるか分かんないけど、その時間を設けてやるとか、でやったらいいんじゃないか、それ一つは。あとはそのあその新商品今までやってきたけど、それ出さないようにするとか、しばらくも当分やりませんみたいな、中止ですみたいな感じ、報告っていうことにして締めくるみたいな。でもポケカもやったりしてるじゃん。でポケカは別にそのメインでやってるわけじゃないとか、基本やってるけどその YouTube としてはやってないじゃん、そんな数は。だからダイエットといろんなものをやるんだけど、ダイエット企画を考えてますみたいな、自分なりちょっと痩せたいんで、でもどう痩せたらいいですかみたいな、動くの苦手で、ジム行くのも苦手で、みたいな、でもどうやってやったらこうなりますかねみたいな、いろんなコメント欲しいですみたいなのを質問するのもいいんじゃない、どうな、それが一番いいと思うのか。だって自分自身痩せたいと思ってるわけだからね、そこはまず良くない、出すには、うん、で聞く感じっていうパターンの動画とかライブとかね、自由に、ライブこそ自由でいろんな質問してもらったり、いやなんかダイエットの企画やってたり、ダイエットの動画出してたと思うんですけどみたいなの来てくれれば、そこでまた話ができたりとかね、チャンネルがあるわけだからチャンネル登録してお願いしますみたいなこともできるわけだし、いろいろと工夫はできるよね、うん、どうなん、それはどうなん、うん、実際本人はどうなんですか、ああうん、めっちゃふざけてますけど大丈夫ですか、ああうん、なんかそれだと怠け者の顔だって言われた、大丈夫、あああで、どうするの実際は、YouTube で、その何を出すかっていうのを決めなきゃいけないわけでしょ、ただ一つチャンネルでまずダイエットっていうのは絶対やった方がいいと思うよ、うん、聞く感じでもいいわけだし、はい、そういう自分で例えば作って食べてるもので、はい、その脂っこいものじゃなくて、はい、ダイエットに効くようなものとかを食べる、食べてるとか作るとか、はい、うん、まあ、それこそ男飯になるかもしれないけど、男飯でも、まあ、安いよね、ヘルシー系を出すとか、無理だ、でもそれを無理と言ったら何もできませんけど、どうなんですか、悩んで頭がこんがらがっている、チャンネルの主さんです、今はだから皆さんね、なんかどういうものを、逆にどういうものをやったら見
たりとか、もちろんそうだし、ね、その今のこの主のその性格とかって分かんないかもしれないけど、何かこうやってやってきたり、なんかラフが出てて見たことあるんですけどとかのコメントとかでも全然いいんで、なんかね、あれば、多分 YouTube に投稿、声の動画投稿されるとは思うので、何かしらでコメントとかチャンネル登録とかね、お願いしたらできたらなって感じではあるんで、今ね、その YouTube に上げるものも悩んだりとか迷ってるところがあるんで、